おはようございます。今回の旅の目的地は福島県会津若松です。まずは飛行機で仙台空港へ向かいます。仙台からは電車へ乗り、福島県へ向かいます。こんにちは、北野有オナです。私は今福島会津若松に来ています。歴史と文化を感じられる街、会津若松。一度は来たいと思っていた場所なのですが、ようやく来れることができました。で、今日は1日を使って会津若松の街を散策していこうと思います。それじゃあ行きましょう。福島県会津若松、鶴ヶ城に代表される歴史や文化、伝統が今も息づく城下町です。福島県は美味しいものもたくさんあると聞いてるので、とっても楽しみです。で、今日はですね、会津若松の町を回るために1日フリーパスを買いたいと思います。ちょうど駅から出て観光案内所があるので、きっとそこで売ってると思います。じゃあ買いましょうか。ここですね、駅前の観光案内所で1日フリー乗車券を買うことができます。このフリー乗車券があればメインの観光所はだいたい回れるようです。600円と価格もお手頃なのは嬉しいですね。こんにちは、1日フリーパス、はい、はい、ありがとうございます。4番が乗り場です。はい、じゃあ乗っちゃいましょうか。はい、バスも4番乗り場から乗ることができます。こちら専用フリー乗車券です。降りれる場所の数も多いのでとっても便利です。そしてバスの本数も多く走ってるのもグッドですね。それじゃあ出発しました。第一の目的地は何か町ですね。ちょっとレトロな雰囲気のあるストリートだそうです。そこへ向かいます。すごいレトロな感じだな、いい雰囲気。着きました。ぬか町駅が可愛らしい駅だな。ありがとうございます。ありがとうございます。着きました、七日町駅です。こちらレトロな建物が可愛い七日町駅です。町づくりの原点とも言われている七日町駅、ここからスタートですね。はい、今は私は七日町に着きました。ちょっと散策していきましょう。いや、すごい雰囲気ですね。ここ七日町は大正ロマンの雰囲気を味わえる場所だそうですね。いや、確かにこういう風にすごく綺麗な、なんか歴史のある建物がずらーっと並んでますね。七日町通りは城下町の西にあり、かつて毎月七のつく日に市場が建ったという歴史の町です。明治時代から大正昭和初期に建てられた蔵や洋館、木造建築がたくさんあります。すごい、とっても綺麗。こういうのが好きだな私は。なんか昔の日本を味わってるって感じですね。映画に出てきそうな雰囲気ですね。おー、ここでみだらし団子屋さんです。わーい、素敵な雰囲気。ふー、美味しそう。歩いていたら美味しそうな団子屋さんを見つけました。朝から何も食べてないのでお腹はペコペコです。まずは一服しましょう。じゃあせっかくなので買っちゃおうかな。こんにちは。すいません、しんごろ団子なんですけど、これって何ですか？うるち米、お米、はい、お米を潰して、えごまの10年味噌って言うんだけど、甘い味噌を絡めて。ここの名物ですか？名物ってそうだね、こ
んな感じで。おお、なるほど。じゃあお願いしていいですか。すぐ食べます。すぐ食べます。はい、食べます。はい、こちらで作られてるお味噌ですか。そうですね、工場の方で。あ、本当ですか。ちょっと今観光で来てるので全然何も分かんないから。でもなんか欲しいんじゃないですか。ではないです。上手だね。ありがとうございます。上手ですね。いやいや、でも全然まだまだ分かんないところがいっぱいで。じゃあそこでかけて食べてください。上手ですね。レシートいります。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。わー、美味しそう。はい、私が買ったのはシングロ餅、150円です。味噌だれが美味しそうですね。さあ、それじゃいただきます。おお、わお、美味しい。でもなんかいつもと食べてる餅と食感が違う。お米とかもまだ少し残ってるって感じかな。特別の作り方かな。あとこの味噌、なんかちょっとパンチがあって美味しい。うん、これは合う。またこういう風に外に座って食べれるのはいいよね。うん、美味しい。いいね、この旅のスタートがいい感じが始まってる。で、ここなぬか町を通りながら私ちょっと行きたいお店があって、今そこへ向かってます。どういうお店かっていうと、美味しい食べ物食べれるお店ですね。そう、私も行きたいお店、あ、見つけたかも。はいはい、出てきました。ここなんですよ、私来たかった場所です。でここは江戸時代からあるお味噌を作ってるお店なんですけれども、でここで田楽が食べれるようですね。ちょっと食べたことがないのでぜひ入ってみたいですね。行けるかな。結構なんか人がいるようですね。聞いてみますか。こちらは三つ田屋さん、江戸時代からある味噌専門店です。みんな並んで待ってますね。このおしゃれな店内の中で会津の郷土料理味噌田楽が楽しめるようです。田楽って食べたことないのでワクワクですね。結構人気なのでリストに名前を書いて今待ちます。すごい楽しみ。お店の中にはたくさんのお味噌がおられてます。さすが味噌専門店さんですね。さあ、そろそろ時間かな。そこ、あ、ありがとうございます。2番、アニメでお待ちの森様。いろいろなメニューがあるんですが、私はこちら味噌田楽コースを食べてみようと思います。はい、味噌田楽セット、はい、お願いします。これ順番でお焼きします。はい、くださいませ。ありがとうございます。店内は落ち着いた雰囲気でとっても居心地がいいです。そして目の前では味噌田楽を作るところを見ることもできます。カウントに座るとこの目の前でこう囲炉裏があって田楽を焼けてもらってますね。うん、すごい楽しみ。見ながらすごいよだれが出そう。囲炉裏からとっても香ばしい匂いがしてます。楽しみですね。昔の日本の人々はこういう風に料理をしていたのかな、とっても気になります。ということで気づいたらコースの登場です。まずはお餅です。お餅が来ました。すごいもっちり、お味噌との絡みが抜群ですね。伸びる。どうしよう。
とタナなんだけど、次何が出るのか楽しみだね。お次は豆腐生揚げです。いただきます。あ、おいしい。これ永遠に食べれますね。すいません、豆腐のお味噌にあのシソが入ってるんですか？山椒の葉っぱ。あ、山椒の葉っぱですね。葉っぱをこちぎって練り込んでます。すごい香ばしいですね。おいしい。ニシンとかあの豆腐はこう臭みを抜けしてくれるとかすごくやっぱり合うと思います。こちらは見かけニシンです。うん、いい香りしてる。それじゃあいただきます。あ、おいしい。美味しい。皮がパリパリしてる。あと山椒のフレーバーが美味しい。こう春らしいというか香ばしいですね。その他にも続々と運ばれてきます。美味しくてあっという間に食べてしまいました。ごちそうさまでした。すっごく美味しかったです。こういう料理が初めて食べてみたんですけれども、うん、感動しました。また福島に来たらちょっと寄って食べてみたいなと思いました。よし、じゃあ次の、場所に行きたいと思います。ここからまたハイカラさんバスに乗って次は、鶴ヶ城へ行こうと思います。それじゃあ行きましょう。ごちそうさまでした。わあ、すごい満足してる。来てよかった。さあ次の目的地へ向かいましょうか。ハイカラさんのバス停は町の中にたくさんあるので、歩いてすぐどっかしらバス停があります。とっても便利です。ハイカラさんが来ました。と30分ごとで走ってますね。わー、かっこいい。じゃあ乗っちゃいましょう。はい、どうぞ。はい、こんにちは。降りる時に見てください。あ、はい、大津若松市役所前。はい、ありがとうございました。よいしょ。おー、誰ですかこれ。どうも。誰誰、アリンコさんみたい。はい、着きました。鶴ヶ城ですね。こっから行けるみたいですね。バス停を降りてすぐのところに鶴ヶ城に続く道があります。若松城跡。若松城は鶴ヶ城のことですね。おお、見えてきました。おー、綺麗。ドーンと、すごい。いやー、綺麗ですね。真っ白ですごいわ。夜は多分ライトアップされてるんでしょうね。結構この石垣がすごい。もう何メーターがあるんだろう。もう自分はここ近くにいると小さく、さらに小さく感じるんですね。カメラにも全部入りきれないほどありますね。若松城は会津若松市のシンボルとも言われています。鶴ヶ城の始まりは今から1384年に作られた東黒川館とされ、その時はまだ天守閣はなかったようです。その後1593年に7層の天守閣を築き、鶴ヶ城と命名したそうです。1868年の戊辰戦争では1ヶ月に及ぶ籠城戦にも耐えた名城です。歴史がたくさん詰まった立派なお城のようですね。ここにはボランティアのガイドさんがいらっしゃるようなので、せっかくなので案内をお願いしたいと思います。今は、無料のガイドさんに受付をしてご案内してくれてます。安土桃山時代、蒲生氏里っていう人が建ててくれた黒塗りのお城の時の石垣です。石垣の高さが11メートル、上の天守閣の高さが26メートルで全部で37メートルあります。この石垣、3.11 の時小石一つ落ちなかったの。すごいでしょ。ちょっと階段のイメージ違うでしょ。
愛坂の V 字の武者走りと言います。太鼓を叩くお侍さんの平均身長は156センチ。羽織袴を着たままこちらの階段を駆け上がって太鼓を叩いて反対の階段を降りた。で、緊急事態にはどっちから曲がって丸穴と四角穴から温泉ができたということです。ガイドさんの知識はとっても豊富で、しかも説明も分かりやすくて、あっという間に40分過ぎてしまいました。ビュースポット。うん。一押しのビュースポット。いいでしょ。綺麗。撮らなくていい？大丈夫？すでに撮ってます。あ、いいね。地元の歴史や文化への愛が伝わってきて、とても尊敬の気持ちが湧きました。ありがとうございました。ガイドさんがついてくれるのが本当に素晴らしいですね。すごく歴史がもう詳しくて面白くお伝えしてるので、もうなんか感謝ですね。これはいいのか、無料で。すごい。まあ多分やっぱりこうただ見るだけじゃなくて、ちゃんと歴史も知るのも大事だなっていうね。なんかよかった。じゃあせっかくなのでお城の中にも入ってみたいのでチケット買おうか。大人は410円です。こんにちは、すいません。あ、じゃあ2つチケットお願いします。それじゃあ入ってみましょう。まあ、ちょっと1回は撮影禁止なので、途中からお送りします。入り方がすごい、石の中に入るみたいな感じ。よいしょ。こんにちは。こんにちは。いっぱい撮ってください。ありがとうございます。1階は撮っちゃダメですよね。1階の展示エリアだけ撮っちゃダメだっていうことなので、 あとその他は全部大丈夫です。わかりました。いっぱい撮ってください。ありがとうございます。はい、じゃあここまでかな。お城の中には様々な展示物があります。そして上の方に登っていくと、会津若松の街並みを一望することができます。わー、素晴らしい眺めですね。次の場所に行きたいと思います。時間が迫ってきてる。さあ下ります。ガイドさんのおかげで鶴ヶ城での時間がとっても充実したものになりました。次回は桜の咲く時期に来てみたいです。きっと美しいだろうな。ということで、またハイカラさんに乗って移動します。気づいたら結構時間が過ぎてしまいました。そろそろ夕方ですね。はい、ありがとうございます。さあ着きました。次は見たいのは飯盛山を見たいんですけれども、実はですね5時半までなので間に合うかどうかわかりません。かなり時間が微妙です。あと10分しかない。あら、もう閉まってるか。こんにちは。もう入れないですか？なんか笹江戸を見たかったんですけれども、笹江戸ね、多分まだ空いてると思うんですよ、はい、ここの中腹にあるんですね、はい、でスロープは止まってしまったので、階段行くと大変だから、その緑の看板のところ、ここ曲がるところありますよ、はい、白い建物って琵琶湖岳に、で並行してる山道、ここぶっつくとまっすぐ行くと笹江戸に行きます。おで、まっすぐ行ってもらって、なおここ今ちょっと電話してみます。いいですか？ありがとうございます。せっかくてね、行ったらします。はい、こちらから行くと外側からも十分ね、簡単なので、うん、ぜひちょっと行ってみてください。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あのスロープコンベヤがもう閉まってるので、階段は急ですね。これは私明日まで登れないかもしれない。でさっきの優しい人に教えていただいたのは、ここで左側に曲がるとちょうど笹江戸のところに
出るらしいです。まあ、行ってみましょう。ふいふい。白帯記念館は午後4時まで。今回は間に合わなかったのですが、次回は訪れたいです。ささえど、はい、こっから2分。あ、見えてきた。これだ。お、綺麗。さあ登ってみましょう。私はこの上にあるサザエ堂に向かいたいと思います。はあ、たどり着いたかな。はあ、これはサザエ堂か。すごい。わっちょ、ここが綺麗。こちらが国の重要文化財サザエ堂です。世界でも珍しい建築様式をしている建物です。これは階段ではないですね。なんか スロープになってるような感じです。ここ笹江堂はとても不思議な穴構造が、ね、作られてるので、あの参拝してる方は、登ってる方は、降りてる方と会えないらしくて、すごくもうこういう特徴があるんですね。笹江堂は独特な二重螺旋の構造をしています。上りの通路と下りの通路が全く別の通路になっている一方通行の構造です。この隙間の奥に見えるのが下りの通路です。はあ、綺麗な夕日も見れる。むしろタイミング的に良かったかも。おー、すごい。着いたようです。おー、天井が綺麗。え、この貼られてるものってどういう意味してるんだろう。びっしり貼られてるのは千社札というようで、かつての参拝者たちが記念に貼ったもののようです。昔からたくさんの人が訪れていたみたいですね。いや、すごい綺麗でした。じゃあそれじゃぼちぼち降りますか。で、今は私別の道で降りてるしてるんですね。この降りてる道はさっき登った道の天井になってるようです。この笹江堂の面白いポイントですね。間に合ってよかった。ここすごく来たかったです。これは指定文化財になってるようです。あ、もう閉まりました。ありがとうございました。おお、すごい綺麗ですね。日本の木造の建物は美しいですね。笹江戸の奥にはもう一つ行くべき場所があります。ここは白虎隊最後の場所です。鶴ヶ城のガイドさんから教えてもらいました。白虎隊は戊辰戦争の時に作られた16から17歳の少年たちの隊です。鶴ヶ城を守るために戦った白虎隊はこの場所から黒い煙と炎に包まれる鶴ヶ城を見ました。方角的には多分そちらの辺だと思うんですけれど、なんかあそこの木がいっぱいあるところですね。多分ここからあそこ見たと思うんですよね。会津の負けを悟った少年たちはこの場所で自ら命を絶ちました。
支え堂が見れてよかったです。あと今日は鶴ヶ城でガイドさんにあの白虎隊についてすごく細かく教えてくれたので、まあ、実際に自分の目で見れてもう良かったです。いろいろ考えさせられますね。はい、ということでもう時間は時間で街中に戻ろうかな。はい、またハイカラさんを探して行きます。あ、来てる来てる、かっこいいハイカラさん。よし、乗っちゃいましょう。こんばんは。よいしょ。今日の一日ぐるっと回ってまた駅の方に戻ってきました。やっぱりこのチケットがあったおかげですごいお得に乗れてとても便利でした。ありがとうございました。はい、到着だ。わー、ハイカラさんありがとうございました。よかった。お腹が空いてきたよ、ちなみに。いや、今日一日すごく堪能しました。で、これからはですねちょっと一旦ホテルに戻って一休憩してから晩ご飯食べに行きたいと思います。ではでは、後ほど。はい、ということでホテルから出て今晩ご飯探してるんですけれども何食べようかな。会津若松駅へ向かってるんですけれども、お、あそこなんか光ってる、何書いてるの。ラーメン二郎、ラーメン二郎。でもせっかく会津若松まで来てラーメン二郎を食べるのがどうかな。でもラーメンはありだよね。ちょっとラーメン確かに食べたいかも。福島県のラーメンってどんなラーメンがあるんだろう、探そう。会津若松駅から徒歩5分でラーメン屋さんがあるので今そこへ向かってるんですけれども、でもうほとんど着いた。ここですね、木型ラーメン、ライムかな。よし、ここで食べたいと思います。おい、あ、すいません。おいしそう。さあ、何頼もうかな。お、ありがとうございます。来たかったラーメンに来たかったです。どうしても言いたくて。はい、ということで来たかったラーメンに来ました。これは醤油ラーメンですね。ケインさんと話したら、なんか来たかったラーメンは醤油の方がなんかメジャーらしいですね。それを頼んでみました。で、あと卵、半熟卵トッピングしちゃいました。卵好きだからな。ということで、私が頼んだのは醤油ラーメン、卵トッピングです。いただきます。美味しそう。おお、麺がすごいクルクルしてる。いただきます。美味しい。うわあ、この麺が美味しいね。なんかもっちりしてる。うわあ、しみる。よし。はい。
聞いてる。しみるね。チャーシューいただきます。結構繊細。あ、美味しい。わ、チャーシューがうまっ。あ、ちょ、チャーシューがたくさん乗ってるラーメンをしていいかもしれないですね。おー、あ、それすればよかったかも。うん、結構美味しい。優しい。うん、うん、ごちそうさまでした。来たかった、ラーメンにずっと来たかった。来てよかったね。よし、じゃあ次行こうか。よし、いや、美味しかった。ごちそうさまでした。さあ、それじゃあ次行こう。これから楽しい夜を待ってる。演歌です。自作です。ちょっとここ昨日来てたんですけれども、すごい美味しくて、もし今日入れたら毎回入って食べたいな。天竜さんですね。すごい美味しかった。ちょっと運試ししようか。もう忙しそう。実は昨日前乗りしてて、その時に来た居酒屋さんです。ということで2回目の訪問です。ということで、物足りなかったから昨日、昨日来てた居酒屋さんもう一回来ちゃいました。で、早速日本酒を頼みましたね。これが風が吹くという日本酒、生酒ですね。とってもおしゃれ。それじゃ乾杯。あ、美味しい。うん、美味しいわ。飲みやすい。なんかここって落ち着くんだな。料理も美味しいし、その意味も落ち着くし、ホッとする。どちらかというと。あ、また飲んでるばっかり。なんか料理頼もうか。あ、ありがとうございます。来たー、私の大好物になったナースですね。山椒かかったナースです。これもう絶品。昨日も2回食べたし、今日も1回。これ本当におすすめします。いただきます。醤油か塩か。あ、美味しい。山椒が効いてて美味しい。たまらないわ。お次は会津若松の馬刺しです。桜肉を頼みました。これはね、ヒレなんですね。昨日これを食べてとっても美味しかったから、しかも昨日食べたのは初めてだったので、今日は2回目です。あと、ニンニク醤油ソースがあっていただきます。あ、今日も食べれて嬉しい。いただきます。やっぱりうまい。すっごくおいしい。とっても柔らかくて癖もないし、うん、なんか口の中で本当にもう溶け込んでるような感じ。なんかニンニクの風味もあるのがまたちょっとナイスアクセントになるんですね。
ちょっと早速2枚目もすぐ行っちゃいます。うん、それにお酒。めっちゃいい。わあ、いいですね。かしら、行きます。うん、やっぱり美味しいね。この前東京の居酒屋で頭を見つけてこうなんかチャレンジして食べてみてよかったです。頭ですごい美味しいですね。なんか食べれるものが徐々に増えていてよかった。今までなんか損したって感じだな。幸せ。だいぶ飲んでだいぶ食べてもう満足度が 100% 以上なのでもう帰りたいと思います。眠いし、うん、明日も北海道札幌へ帰ります。さあそれじゃあごちそうさまでした。帰ります。いい一日になりました。本当になんかね、はあ、もっと時間があればいいのにな。いや、私は思ったんですけれども、なんか福島ってでかいんですよ。そう、だから最初はあっちこっち行こうと思ったんだけど、よくよく調べてみたら北海道みたいに結構距離があるから。やめました。ということで今日は1、2時会津若松だけに なんていう集中して回ってみたんですけれども、とっても良かったです。本当にいい旅になったんですね。はい、ありがとうございました。ということで明日はもう札幌帰ります。今日は本当に最後まで見ていただきありがとうございました。それはまたどっかでお会いしましょう。パカパカ。Mm-hmm.